旧川崎銀行本店、外壁部分級、川崎銀行桜支店東京川崎財閥は、川崎八重門によって設立された、関東の財閥。単に、川崎財閥と呼ばれることもあるが、同じく、川崎財閥と呼ばれる神戸川崎財閥とは、無関係。創業者の名前から、川崎八重門財閥とも、財閥の性格から、川崎金融財閥とも呼ばれる。 水戸藩環状法であった川崎八江門が1872年に東京に進出し川崎組を設立。この川崎組が1893年に合資会社川崎銀行に発展し、1919年に株式会社川崎銀行となる。このほか、1876年に安田善次郎と共に東京、日本橋小舟町に 第三国立銀行の設立にも参画した。東京川崎財閥は川崎銀行を中核企業として金融財閥として発展。川崎家が水戸出身であったことから、上洋銀行、足利銀行、千葉合同銀行、横浜銀行の前身である、明和銀行、鎌倉銀行の経営にも参画し参加においた。1910年に、 日本火災保険を設立。さらに1914年には日火生命保険を設立し、保険部門に参入した。また1927年には川崎新宅も設立し、新宅部門に進出した。他に貿易や工業などにも進出した。昭和金融強行からの影響によって、川崎銀行は経営不振に陥ったが、 井上淳之助蔵省の圧戦によって、第100銀行と合併、川崎第100銀行となった。1936年に同行は、三下に置く、川崎貯蓄銀行と東京貯蔵銀行を、吸収合併し、第100銀行に、称号を変更した。しかし、戦時統合によって、第100銀行は1943年10月に、三菱銀行に吸収合併された。 戦後の財閥解体で財閥本社の提督会は解散させられた。そこで資産管理会社川崎貞徳を設立。旧川崎財閥が東京、日本橋、六本木、新宿のほか、三戸、仙台、名古屋、大阪などに保有していた膨大な不動産管理にあたることになった。1953年に三代目投手である川崎森之助に気に入られた。 佐藤茂が川崎忠徳に入社。総務部長につき、所有不動産を不法占拠していた暴力団やロツき連中を一掃。手腕を発揮し、森之助の絶大なる信頼を得た。佐藤は森之助の遺言で1973年4月、川崎忠徳の就寝社長に就任した。入社して20年が経過した頃、佐藤は森之助の長男である、 川崎武志奴が社長を継ぐべきだと思ったが、川崎一族が必死になって、社長続投を願ったという。佐藤は平和相互銀行事件で、小宮山一族側に立って、同商銀の内紛に介入。また東京佐川急便事件では、稲川会会長が、資金集めをしたゴルフ場の経営に一時参加していたことから、その人脈に注目が集まった。このか。 平和葬儀を九州合併した住友銀行で有志第三部長を担当していた専務であった西川義文が佐藤と自家判して平和葬儀を合併後佐藤の要請を受け有志第三部が貸し込んだ金の保証を遺願したと実書で明かしている佐藤は1994年8月に死去死去後川崎忠徳特社長には 川崎屋四代目の川崎武志奴が就任した。矢部又吉が設計を手掛け、1927年に、竣工したルネサンス式の銀行建築である、川崎銀行本店は、後に、日本新宅銀行本店として55年余り、使用され、建て替え工事に入る前の1986年に、建物の一部が博物館、明治村に、 川崎銀行本店として移築された。1989年に旧本店跡に竣工した川崎邸特号館、日本新宅銀行本店には旧本店の衣装が継承されている。ありがとうございます。